世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回はルーブル美術館の文化財復元に使われる和紙を漢紙に変えたいとする隣国青年のお話をご紹介させていただきます。フランス・パリにあるルーブル美術館のリシュリュー館であったキム・ミンジュン文化財復元紙はルーブル研究所長とその翌日に行われるカンファレンスを最終点検しているところでした。以前、初めてルーブル美術館で文化財復元用紙として漢紙を紹介した時の冷たかった反応を思い出していたキム氏は、オルセーとポンピドゥ美術館の文化財復元の関係者たちも出席する予定だとし、漢紙を全世界の博物館に知らせる絶好のチャンスだと期待していました。彼は世界三大美術館に数えられるルーブル美術館で復元師として働きながら、漢紙の優秀性を紹介するカンファレンスの準備を担当した30歳のしっかりした隣国青年です。ルーブル美術館は先週初めて文化財復元用として漢紙を購入しました。博物館がチョンジュ氏が提供した漢紙を利用して、19世紀のバイエルン王国マクシミリアン2世の机を復元することに成功したのがきっかけとなりました。机の中央引き出しの鍵周りを囲んだ部分が傷むと漢紙で完璧に復元して現在展示中です。ルーブル美術館が復元用漢紙に興味を持つようになったのは2014年にキム氏がインターンとしてルーブル復元室に入ってからです。14歳の時、祖母に従ってフランスに渡ってきて住み着いたキム氏は、パリ第8大学の美術保存と復元学科を卒業し、博物館に入りました。彼の人生を変えた出来事として、2008年から世界初金属活字の印刷版である直視身体溶接を発掘したパク博士の下で、朝鮮王室の書籍の返還作業に参加したことを挙げました。キム氏はパク博士を3年間手助けしながら漢紙に目覚めました。ルーブル美術館をはじめ、全世界の文化財復元に使われる用紙は和紙が掌握しています。和紙を使用した復元に慣れている博物館の復元師たちは、キム氏に向かって優秀性を立証せよと要求しました。彼は漢紙と和紙を水で濡らして復元力の差を実験で示し、漢紙は収縮と変形が少なくて長く保存される上、接着力が良いので復元に有利だと説得しました。漢紙の永久性に魅了されたルーブルのアリアン・デ・ラシャベル研究所長が心強い支えとなりました。キム氏は2015年に他人より遅れて軍に入隊しました。隣国国籍を放棄して兵役を免れることもできましたが、国防部遺体発掘鑑識団に志願入隊しました。彼は、パク博士は生前にいつも国が何かをしてくれることを望まず、自分が国のために何ができるかを考え、私たちの文化遺産を世界に知らせることをしてほしいと言っていた。といい、自分は世界の博物館の復元に使われる和紙をすべて漢紙に変えたいという抱負を明らかにしました。この内容に対してたくさんのコメントが寄せられましたので紹介していきます。世界遺産をぶっ壊す気かよ。おそらくはその通りになるんだろうな。宝を失い、朝鮮人に対する恨みだけが残るという。コリアンペーパーは最高だね。和紙？なんだいそれは。トイレットペーパーかい？民族病だわな。日本を貶めたいっていう病気。日本を引きずり下ろすことしか考えない民族。またバカ安で請け負ったの？焼き畑営業迷惑だわ。和紙の製法で朝鮮人が紙作っても、それは和紙であって、監視とかいうものにはならないだろう。あの国って世界で評価された日本文化には必ず偽物出してイチャモンつけてくるよな。え、監視って
段ボールだとか厚紙だとか言われてるあれだよね。そもそも美術館という屋内施設において水で濡らしての復元力とか意味わからんのですが、漢紙と和紙を水で湿らして復元力の差を実験で示し、漢紙は収縮と変形が少なくて長く保存される上、接着力が良いので復元に有利だよねって言うけど、威嚇するところなのかな。これ警告性和紙って捉えられそう。長期間の実績もないのに変更とかないから、長年の品質劣化が起こらないということがその監視とやらにあればだけどね。まさか漂白剤なんて使ってないよね。つかそれは酸性紙でしょうか。長期保存を目的とした紙ベースの物質って紙そのものの長期保存性が問われるんですよ。そもそも和紙は書や絵画の修復に使うけど、机の修復に和紙の代わりに漢紙？漢紙が丈夫なのは事実。和紙は構造をより細かく砕いて冷水の中に手を浸して不純物や粗い繊維を取り除くとか、地道で繊細な作業工程をやるし、紙すきも和紙は方向性が整っていてとても繊細。でも漢紙は適当な紙すきで方向性はバラバラ。漢紙は繊維も太くて長くて丈夫なのは確か。布に例えたら和紙は絹で漢紙は麻みたいなもの。大雑把な修復には値段も安い漢紙はもってこいかもしれないけど、繊細な修復にはやっぱり高級な和紙の方が圧倒的なニーズがある。大雑把なところは普通の工業紙で良いのでは。薬品も使用で指定すればいいし、下地として使うには良さそうに聞こえるよ。てかそれ最高紙と何が違うのかな。いいよな、あの国の人たちは乗り越える目標の国があって。日本は加藤国相手に熱心にはなれないし、まあ化学物質で漂白していた紙なら酸の成分で数年後に結果が出ますから。日本の紙幣に使っている和紙は写真用にも最高だ。欲しい。なんで最後は日本に嫌がらせを仕掛けることが結論になるんだい。こんなもん嘘だよ。世界の文化遺産修復現場では和紙しか使ってないし、水に濡らして変形が少なかったら障子が破れないんだがね。和紙と全く同じ製法で作って、そこにちょっと小細工して、ほら和紙より優れた漢紙でしょって。そもそも材料が違うからな。だからゴワゴワの厚紙なんだよ。製法にしたって併合時代に日本人が教えたわけで、それが証拠に漢紙なる紙を使った古文書は存在しない。同じ製法で作った劣化物を安価で押し付けてるんでしょ。警告人は本当に浅はかだな。漢紙って何？世界が警告に憧れていると妄想するのは勝手にしたらいい。でも日本まで潰そうとしてくるから放置するわけにはいかないんだよね。朝鮮紙ならまだしも漢紙って。李朝末期の宣教師シャルル・ダレは、朝鮮の工芸品はほとんど中国に劣るけど紙だけは優れていると言っていて、ただ油を染み込ませて敷物に使うとか堅牢性が売りだったらしい。まあ美術館の修復で和紙のライバルになりそうにはない。それを別の用途で売り込めばいいのにと思う。まあどうせいつものそんなことは言ってないか、古代解釈に古代解釈を重ねてるのか、その辺。そもそもあの国はあまり伝統工芸品の修復や保存には性格的に向いていないように思える。その理由はあそこの伝統工芸品の保存状態が極悪の状態のものばかりだからだ。ルーブルはひどいことになる予感。漢紙には紙の歴史遺産が一切存在しないが、日本にはある。これが今後を表すもの。別にルーブルが漢紙を使いたいというのであればそれでもいい。でもそう遠くない将来に
どっかのダムのごとく崩壊しないことを祈りたい。復元する人は、絵をこよなく愛している人ってイメージでしたが、自国のものを押すんですね。本当にその絵にそれが合えばいいと思います。でも、和紙と変えてやるっていう考え方は違うんじゃないかな。その通りだな。絵の復元がしたくて頑張ってきたんじゃないのか？仕事への誇りより日本が憎いのが先なら、復元の仕事なんてやめてしまいなさい。皆さん、批判的な意見ばかりでしたね。ここに書ききれなかったコメントで、確かにと納得してしまう内容があったのですが、本当に漢詩が良いと思っているなら、わざわざ和紙と変えてやるって世界に公表しなくても、黙ってやってくれればいいのにっていうコメントでした。確かに、わざわざこの意気込みを世界に公表したのには、何か意味があるのかなと考えてしまう発言ですよね。動画をご覧の皆さんは、今回の青年の働きかけに対しては、どのようにお考えになりますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。動画をご覧いただき、ありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。